んにちは。2024年アフリカツイン、フルモデルチェンジの情報が入ってきました。今回の動画は2種類あるアフリカツインの、よりツアラー要素が強いタンク24リットルモデルの、アドベンチャースポーツ、通称、AS モデル、について考察したいと思います。考察。フロントタイヤが21インチから19インチに、今回の動画は個人的に最も大きな変更点と感じた、フロントタイヤ19インチに絞ってお話しさせていただきます。現在の21インチ、90mm の幅、扁平率 90% と、大きくて細身のタイヤは、ゴロゴロした石を乗り越えられた道を走破するための、オフロードに適したタイヤと言えます。新型は19インチにダウン、しかもラジアル、峠道などでの旋回性能、ひらひら感を上げ、幅を 110mm、扁平率 80% と太くすることで、路面の接地性を上げ、高速域での快適性が向上。AS は、今までよりかなりオンロード要素を強くした、より重く問わない、万能型ツアラーになったと言える。大型アドベンチャーバイクで一番売り上げを誇るのが、BMW の R1250GS。先日1300にモデルチェンジ。大型アドベンチャーバイクの分野では、後続組であるホンダとしては、このバイクを参考にするのは当然であるし、このバイクを意識して、今回の AS のモデルチェンジで、R1250GS と同じくフロントタイヤを19インチにしたのだろうか？それとも、アフリカツインを買ったお客様からの声で、オフロードは走らない、ツーリングにしか使わない、なんて声を真に受けてしまって、今度のモデルチェンジで AS は、19インチに至ってしまったのか？ここから話すことは、アッツ M 印オーナーの、未勝手な一意見としてお聞きください。21インチは見た目がかっこいい。正直、240kg を超える車体で林道を走るのは、下手くそな自分が言うのもなんですが、かなりヤバいです。なので、ツーリング専用として、アフリカツインを使うのは全然ありだと思います。ただ、利便性や走りやすさだけを、すべてのアッツイオーナーが求めているのか？それは、違う、と断言できます。たとえフロントタイヤが21インチで峠道が走りづらくても、見た目を優先して買ってしまうのが、ライダーという生き物なんです。そもそも、林道やオフロードをガンガン走りたければ、250cc のオフ車を買った方が楽しめると思います。いわゆる適材適所というやつですね。実際は砂漠で走らせることがなくても、そういうこともやろうと思えば腕はともかくできるというロマンが大事なんです。そして後続組2番手というのはやはり1番手の真似ではダメだと思うんです。1番手にはない素晴らしい機能、アイデア、性能、信頼、価格、そしてデザイン、そういうことが何年も何年も積み重なった結果、1番手になれるんじゃないでしょうか。アフリカツインに搭載する噂の新機能に関するネット記事です。レーダーはミリ波レーダーを搭載した ACC アダプティブクルーズコントロールのことと思われる。現在のアフリカツインには CC クルーズコントロールはついているので、 ACC は遅かれ早かれ搭載されると思われる。すでにヤマハはトレーサー 9GT プラスに ACC 搭載済み。なのでホンダのアフリカツイン AS としてマイナーチェンジで入れてくるかも。直噴エンジンやターボチャージャーは排ガス規制をクリアしながらも、大幅なパワー、トルク UP を期待したいですね。こういうのをガンガンやって、BMW の牙城を崩していってほしいです。以上で、アフリカツイン考察は終了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。いいね、ボタン。お願いします。スーパーサンクス。投げ銭を。お願いします。
ご意見、ご感想をお願いします。次回作にご期待ください。